お隣中国が最近ますます軍事力増強に走っていることは皆さんもご存知だと思います。中でも目立つのが駆逐艦の量産体制です。駆逐艦製造にまっしぐらといったところなのですが、その性能に関しては一昔前は出来損ないという評判でしたが、近代化されているのでかなりのレベルにあると言われます。今回はステルス機を丸見えにできる機能を持っているという駆逐艦055型について見ていきたいと思います。でもこの駆逐艦が本当にステルス戦闘機を捕捉できるのでしょうか。2020年11月現在、世界で最も最新鋭の水上戦闘艦といえば、海軍最大規模を誇るアメリカ海軍の艦ではなく、中国海軍がこの1月に就役させた055型駆逐艦南明と言えましょう。中国エニシ省の省都の名を持つ055型駆逐艦南明。従来の中国海軍の052型今明級駆逐艦は推定満載排水量約7000トンでしたが、南明は12000トンから13000トンと推定されるほど、ビッグサイズの船体を持つ水上戦闘艦です。歴史的には、この南明は中国共産党が1927年に武装蜂起をした町で、今の政権にとっても大事な場所となっています。今明は雲南省の省都としても有名ですね。さて、南明の排水量はアメリカ海軍の現役艦の中で唯一巡洋艦に分類されているタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の満載排水量約9700トンを軽く上回っていることから、アメリカでは駆逐艦ではなく巡洋艦と表現されることが多いようです。改めて南明のデータを紹介しますと、全長 182.6m、 全幅 20.9m、 ガスタービン機関4機を持ち、最大出力15万2000馬力、最大速力30ノットということです。6隻が建造される予定とみられています。前でのアメリカ海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦のデータですが、全長 172.46m、 全幅 16.76m、 最大出力8万6000馬力、最大速力は30ノット以上ということです。確かに数字だけなら南明の方が大きいですね。海上自衛隊の艦艇で比べてみると、最新鋭マヤ型護衛艦が満載排水量1万250トン、全長 170.0m、 全幅 21.0m、 最大出力6万9000馬力、最大速力30ノット以上ですから、055型駆逐艦南明の大きさがよくわかるのではないでしょうか。中国海軍の055型駆逐艦は、中国が建造を進めている国産航空母艦の空母打撃群の艦隊防衛を担う位置にあり、中国版イージスシステムといえるレーダーセンサー類を装備しています。このレーダーセンサー類は、複数の周波数帯の電波を使用すると推測され、これによって、高度なステルス性能を持つ F-35 ライトニング2戦闘機なども探知、迎撃可能というのです。対戦哨戒能力を含む、こうしたレーダーセンサー類の探知性能にかけては、従来の中国海軍艦艇は、アメリカや日本が採用するイージス艦システムに劣っていると見られていました。しかし、南明の実戦配備により、中国の脅威の度合いが飛躍的に高まったと見る向きも多いのです。アメリカ海軍でも、経費の問題から見送っていた、新型巡洋艦の開発を再開するのではないかとも言われています。アメリカに乞う一択決断を下させた
055型駆逐艦南アキラの特徴ですが、精度を向上させたレーダーセンサー類と連動する合計112セルにも及ぶ VLS を搭載した攻撃力が最大のものと思われます。112セルという VLS の数はタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦と同数で、日本のマヤ型護衛艦やアメリカのアーレイバーク級駆逐艦の96セルを大幅に上回る攻撃力を持っていることは明らかです。055型駆逐艦は艦の前部に64セル、後部に48セルの VLS を搭載、用途も艦対空、艦対艦、対地、対戦度のミサイルの運用も可能。特に艦対空ミサイルの防空能力が注目を集めているそうです。その理由ですが、055型駆逐艦の単艦での防空能力というより、国産航空母艦による空母打撃群全体の防空能力をアップさせると考えられているためです。アメリカなどと同じレベルの空母打撃群の展開も予期されるのです。従来の中国海軍艦艇は、大陸国である現状に合わせて、自国の沿岸海域を作戦行動範囲にした展開でした。しかし、航空母艦と055型駆逐艦の空母打撃群は、遠洋への進出を視野に入れるものとなったと考えられます。このため、055型駆逐艦の作戦行動範囲は、従来の052型今アキラ級駆逐艦と比べると、最大約4倍ともなる約1万 1000km に及ぶと見られていて、アメリカの独断上だった分野への中国の進出が、現実味を帯びてきたと見られています。とはいうものの、日本を含む周辺国にとって、まだ幸いなのは、中国海軍は、国産航空母艦で運用できる戦闘機、いわゆる第5世代戦闘機をまだ配備できていないということです。ですから、今すぐ空母打撃群の完成にはならないと見受けられます。しかし、いずれはこれらの配備も進めてくるだろうということは疑う余地はありません。こうした中国海軍空母打撃群が出現することを前提に、日本は有効な対処方法を探っていくべきではないかと考えます。試験ですが、既存の兵器分野では、戦闘機への長射程の空対艦ミサイルの装備もしくは、潜水艦隊のさらなる増強が、現時点で行える実効的な対策ではないかと考えます。優れたステルス性能が売りの F-35 ライトニング2戦闘機ですが、そのステルス性を損なわないため、胴体内のウェポンウェイに収容できる長射程空対艦ミサイルの開発には、まだまだ時間がかかると思われるので、他の戦闘機 F-15 や F-2 の活用が必要でしょう。それと合わせて、海上保安庁がテストに入った無人航空機や遠隔操作型無人機ですが、自衛隊では、これらの活用をもっと進化させていく必要があるのではないかと思われます。また、中国海軍初の試みとして、低空警戒、対水上捜索用の AESA レーダーも装備されており、アクティブフェーズドアレイレーダーを補完するものとして、統合的に運用されるほか、ステルス機への対策として、極超短波レーダーが搭載されているという。さらには、ソナー性能の向上による、対潜哨戒能力の向上、地上レーダー網などとの、データ連携能力や艦隊防空識管制に優れているとされており、艦隊機関としての機能を備えているとされている。しかし、この055型の最大の着目ポイントは、112セルもある VLS、ミサイル主直発射装置で、艦隊前部に64セル、後部に48セルのいずれにも、対空ミサイル、長距離射程の HHQ-9B と中距離射程の HHQ-9B どちらも搭載可能。対艦ミサイル、YJ-18、対地巡航ミサイル、CJ-10、対潜ミサイル、YU-8、
を搭載可能とされて、アメリカ海軍のアーレイ・バーク級の96セル、同じく海上自衛隊のマヤ型の96セルを上回るのである。さらに、これとは別に、近接防空用の対空ミサイル HH90 を発射できる24連装発射機を後部構造物上に装備しており、防空イージス艦としては世界一の兵装と言えよう。このように、近年の中国海軍は、強大なアメリカ海軍に中国本国近海であれば、十分に互角に戦える戦力を整えつつあり、大きな脅威となりつつある。しかしながら、中国空母の主力艦載機は、ロシアのスホ、B-33 をコピーした J-15 で、一応第4世代に分類されてはいるものの、国際的な評価は高くなく、ロシア軍も、スホ、B-33 と同等の性能を持つとは言えないとしているだけでなく、空母、遼寧の発艦方式がスキージャンプ方式であるために、搭載できるミサイルが、その能力よりも、大幅に制限されてしまうという。また、中国海軍においては、実戦経験が乏しく、世界各地で実戦経験豊富なアメリカ海軍とは大きな差がある。世界中をハッキングしたことで得た情報によって、艦艇や航空機など兵器の近代化を図ってきた中国であるが、果たして実戦でどれほど、その能力を発揮できるかは未知数で、脅威とされている空母キラーなどの弾道ミサイルも、実戦で発射してみなければ、使い物になるかどうかはわからない。とはいえ、ここ十数年の間で、曲がりなりにも、アメリカ海軍並みの空母打撃群を編成できるほどの急発展を見せ、また、日本を上回る経済力と人口を背景に持つ、中国軍は脅威であり、自衛隊、特に海上、航空自衛隊は、彼らに対抗するための戦略、戦術、兵器を常に備えておかなければならない。